ここ、はい、はい、この福音出教書、うわー、なんだこれ、来ましたよね。信じられんしょ、これ、うん、確かおにぎりあったね。あったし、あったね。いやー、あの高校時代はいろいろやったな。そっから22年だよ、このサークルもね。まあでもスターステイルって名前になってから立ち上げメンバーでもあるからね、キッチンさんは。だってあのスタバカレーを作ったのが一番最初のプロジェクトやったんで、サイト立ち上げて、スタバシーカレー、そう、スタバシーカレー、あれまずかったあの時いないんだよね。え、確かあの時は立ち会ってないんだ。いなかったっけ。はい、あの時は名前言っていいかしらけど、熊谷さんが、うん、熊谷さんって、で私は一緒だった。確かいなかったよ。岩尾さんか。そうだ、はい、岩尾さんがおったか、3人おったイメージになっとるけど、そうだ、岩尾さんがおったんや、休みで、うん、いや、岩尾さんにはあの臭い匂いをぶちまけた。ごめん、岩尾さんごめんって言って、それが2007年とかそれぐらいの話か。ああ、そうね、2006年だもんね、あの私らが入ったの。うん、いやひどいね。だから今でもコンセプトにゲームからカレーまでっていうね、はい、コンセプトが入ってるもんね。昔なんかのバラエティ番組で、カレーに合わない食べ物はない説みたいなさ、うん、なんかそんな企画があった気がしたけど、あるね。そう、スサマは絶対ダメだね。あれ、サバカレーがあるからいけると思ったんだよ。スーは入れちゃダメね。うん。あの時何入れてたんだっけ、あと冬瓜とか入れてたんだよな。ひどかった、あれ。最初は普通にサバを入れようと思ったんだけど、サバが売り切れちゃっとって、うん、よかった、ちゃんと25号で、あ、ちょうどサバ売ってるし、これでいいやって。意外と熊谷さんは、あのサバを買う時点ではそこまで思ってなかったね。うん、とは言っとったけど、他に冬瓜とかいろいろ買っとったんよ。うん、そっちの方がヤバそうって言ってたんやけど、うん、なんかそんなね、うん、気はする、うん、もう全てをあのスサバがぶっ飛ばしてってくれたもんな。うん、懐かしいね。で、こっからですよ。こっからないんやけど、こっちくぐるの1回確か。初見殺しでもこの子あるやろ、これは。そうね、ここまでいいよ、これがあるからね、はい、うん、何回か、なんかこの光景を見たかね、この断定比折れてくって。あ、ごめん、あれ、いや、ハイビーム買い取ったもんでさ、人がおったもんで、あー、ごめんと思って、まあまあ、人が見えやんかった、ハイビーム買い取ったもん見えやんかったからありないけどな、うん、で、名古屋方面に入ってたらかんから、まっすぐ行かなかったな、
コーチやっとるんやな。うん、よかった、奈良県もやっとちょっとまともにしてく気ができたんやな。あった、うん、学校のパソコンがネスケだった、うん、いや、俺んちのパソコンもネスケだった、うん、で、なんか自由にネットサーフィンしていいよってやつでさ、おお、エロサイト見放題や、あ、見放題でした、あ、で、ブラクラ踏みまくりました。やったよね、本当になんかあのフラッシュでさ、うん、なんか面白動画とか流行ってた時期だから、うん、フラッシュ動画と思ったらなんかあの途中で叫び声がビャーって裏出すのが出てきて、ああいうドッキリフラッシュとか、あったあった。もうウイルスどんだけ浴びたんだろうってぐらい。あったね、山田オルタナチブとかあったよね。あったっけな、なくしたけど。あのオラサイトとか。ね、この国道の方が赤くなるっていうこのね。おお。来てるな。あ、てかもうここ針だ。うん。やっぱ見にくいんだよね、やっぱ曇るから。うん、よし。こっちが国道ですから、あ、でも横も国道か、一応。はい。だね。何個だったか忘れたけど。この細いのが25号ですよ。2桁国道がこっちですからね。向こうは多分 3桁のはずだから。2桁ではない。だからもう、どうてもあるか、なんかあるか怖いんだよ、ここ、本当に。おおってくからね。あ、大丈夫だ、うん、でも大丈夫、交番もある、交番あるのかな、うん、いないけど。そこ今もうさ、針って今鳴らしたんだよね。そう、鳴らし、だから鳴らしの形が変なことになってるやん、おかしいよね、あれ、うん、と飛び散みたいなのね。そうそうそう、逆に大がしくらいね、バシッと飛び散ってになっとったらね、うん、話題にもなるんやけど、うん、はい、だってスノマタの飛び地と、何だっけ、赤身石図、赤身石図、赤身石が大垣って何さ、いまだにピンとこもんな、赤身石図が大垣は、ああ、どうしようもないな、何だ、あれはなれ、まだ養老とかって言ってもらった方がピンとくるわって思う。養老はただ山挟んでるからちょっと違う、うん、
あ、じゃなくて、要は養老町が大垣って言われたらさ、あー、そうです、もう数日続いてたから、そう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 、なんか、ここなんでカンペせんかったんやろって思うとこあるもんね。あるね。結局、合併したところが成功しとるかって言ったら、すっげえ怪しい。なんかもう、あの、和の内町とかすごいさ、マイナーすぎて、なんだろう。あー、和の内ね。岐阜、岐阜の中でマイナーな市町村ランキングいったら、多分上位だよね。上位だね。うん、同じように言って、あの、二十歳ぐらいの時まで、うん、愛知県高浜市っていう存在を知らなかった。高浜ってどこだったっけ、駅南の上。あー、そうだ。高浜って言われて、全然分からなかった。高浜はね、そう、マイナーだよね。まだ高田町とかあっちのことが有名だもんな。まだ、全部できちゃったらね。あ、そうそうそう。お前、新城の奥のところ何だったっけ、何村だったっけ。豊根村じゃなくて、東映の豊根村、豊根村か。豊根村はね、YouTube では結構話題になってることもあるしね。富山村だっけ、人口の一番少ないところを買ってた。うんうんうん。合ってますよ、これで合ってますよ。これでいいよね。合ってるよね。よく分けたね。わかりにくいんだよ、ほんと。この25号線は。あれ、こんなとこに入浴、600円でできるんだ。へぇ。覚えとこう。やってるかな。あれ、ハリインターネットじゃないよね。じゃない、もうハリすぎてる。もうすぎてるもんね。ハリの温泉って、もう一回行ってみようと思ったら、長期休業に入っちゃって無理だもんね。あれか、珍しくシアさんから折り返しが来ねえなと思ってたら、うん、県内だったかな。いや、でも通じてるよな。通じてるよ。さあ、天津に入りましたよ。